今年1月、イギリスの冷たい雨の中を1台のワゴン車が目的地に向かっていました。乗っているのは8人のアフリカ人女性。これからシェフィールドの国立病院で看護師として働くのです。イギリスは現在2万人という深刻な看護師不足に苦しんでいます。その解決策として取った手段がアフリカの看護師を大量に引き抜くことでした。今回この病院にやってきたのはジンバブエ、ケニア、ウガンダなどのベテラン看護師。皆母国での収入の10倍を超える額をここで手にします。首都のロンドンでは看護師の4人に1人が外国人という事態を迎えています。人口10億人を抱えるインド、ここで急成長しているビジネスが先進国のホワイトカラーを脅かしています。真夜中の午前3時、首都デリーにあるオフィスは熱気であふれていました。 Hi, this is financial service. How can I help you? This is Sam. Financial service. This is Kelly. May I have your account number, please? Sam, Kelly. アメリカ人風の名前を持つインド人たち。ここはアメリカのクレジット会社に委託されて顧客からの問い合わせに答えるコールセンターです。電話の相手はまさかオペレーターたちが地球の反対側にいるとは思いもよりません。今インドは人件費の安さと英語力を武器にホワイトカラーの価格破壊を引き起こしています。This particular business will grow. That means more and more global companies, both in Europe and US and other parts of the world, will look at India to migrate their work. 世界が一つにつながった地球市場。お金、物に続いて、今人の移動が加速しています。能力さえあれば、自分にも豊かになるチャンスがある。途上国の人々はそう気づいたのです。地球史上富の攻防、国境を越えて繰り広げられる熾烈な人材争奪戦を追います。イギリス、エクセターにある高級老人ホームです。ここにお年寄りから人気を集めている看護師がいます。フィリス・ヌコンジェラさん、61歳。去年、南アフリカ共和国からやってきました。人気の理由は、きめの細かい仕事ぶりと冷静さです。どんなトラブルにも慌てず、穏やかな表情を崩しません。南アフリカでは
看護大学の副学長まで務めたフィリスさん。英語も完璧で、お年寄りとの会話も不自由はありません。戦後イギリスはゆりかごから墓場までを合言葉に、全ての国民に無料で医療を提供する福祉国家を築いてきました。しかし急速に高齢化が進む中、医療スタッフの数が足りなくなるという事態に陥っています。特に深刻なのが看護師の不足です。そこでターゲットとなったのがアフリカなど海外の看護師でした。現在イギリスで働く外国人看護師は4万人。イギリス人看護師がほとんど増えていない一方で、外国人看護師は急増。2001年には新規の登録数がとうとうイギリス人を上回りました。今ヨーロッパでは新たな移民の受け入れが厳しくなっています。しかし看護師や IT 技術者など人材不足の分野だけは規制が緩和されています。アフリカの看護師の中で最も増えているのが南アフリカです。イギリスの旧植民地で関係が深く、英語も話せるからです。フィリスさんは南アフリカに残した家族にできるだけ多くの仕送りをするため、同僚と共同でアパートを借りています。1ヶ月の給料はおよそ30万円。生活費を切り詰め、そのうち20万円を仕送りに充てています。その金額は南アフリカで働いていた時の給料2ヶ月分に当たります。イギリスで一生暮らしたいと思って南アフリカを出ていく看護師なんていません。少しでも早くふるさとに戻りたいけれど、お金を貯めるまでは戻れないのよ。フィリスさんの家族が住む南アフリカのヨハネスブルクです。残された家族の生活は劇的に変わりました。プール付きの豪邸を手に入れたのです。5LDK、 価格は1500万円でした。現在この家にはフィリスさんの子供3人が暮らしています。去年まで一家は二間の小さなアパート暮らしでした。今では家、車、ステレオ、欲しいものはすべて手に入れました。ママがイギリスに行かなかったら、今もあの古いアパートで身動きが取れないままだった。ママがイギリスに行ったことでこんなに暮らしが変わるなんて思わなかった。とても幸せよ。しかし看護師の海外流出は南アフリカの医療崩壊の危機を招いています。国内最大規模のヨハネスブルク総合病院、銃で撃たれた患者が運ばれてきました。ヨハネスブルクでは近年凶悪犯罪が増加。この病院には毎日数多くの重症患者が運び込まれてきます。しかし一方で医療スタッフは減り続けています。去年1年間だけで40人を超える看護師が海外に流出しました。本来なら9人の看護師が必要なこの救急治療室に4人の人手しかいません。海外から真っ先に狙われるのが救急治療室の看護師です。
経験豊富で即戦力となるからです。待合室には治療を受けることができない重症患者があふれていました。スタッフの対応が追いつかず、この日救急治療室を閉鎖するという事態になりました。海外行きを考える看護師はまだたくさんいます。その一人、ディマカッツォ・シチレさん、37歳のベテラン看護師です。ディマカッツォさんの勤務する ICU 集中治療室も優秀な看護師が多く、流出が激しい職場です。欠員の補充もほとんど行われないため、負担は重くなるばかりです。ひとときも目を離せない重症患者を一人で数人見なければならないこともあります。なかなか休みが取れなくてつらいです。人はずっと働き続けることはできません。人間休息が必要です。しかも給料が良くないので、やりきれない気持ちになります。ディマカッツォさんは履歴書を作成し、着々と海外行きの準備を進めています。夫と離婚したディマカッツォさん、海外行きにあたって一番心配なのは2人の娘たちのことです。できれば子供たちも一緒に連れて行きたいと考えていますが、家族を同伴するとなると途端にビザの取得など手続きに時間がかかってしまいます。南アフリカで看護師といえば高等教育を受けたエリートです。人の命を救いたいと看護師を志したディマカッツォさんですが、海外に渡った友人の豊かな暮らしぶりを聞くにつれ、海外行きが頭から離れなくなりました。やめて、赤ん坊の妹と私を置いて行かないでって言いました。だって私が学校に行ってる間、小さい妹の面倒はどうすればいいの。それに世界中でお母さんのように私たちを愛してくれる人は他にはいません。給料のことを考えると病院を出ていくしかありません。私が去ることでさらにスタッフ不足となり、迷惑がかかるのは分かっています。でも私にはどうすることもできないのです。この日ディマカッツォさんは久しぶりの休暇を取りました。向かったのは看護師を海外の病院に斡旋する人材派遣会社です。ここ数年、南アフリカでは看護師を専門とした人材派遣会社が続々と誕生しています。この会社はイギリスだけでなく、アメリカ、サウジアラビアなど世界各地に看護師を送り込んでいます。現在250人の看護師がこの会社に登録、海外行きの手続きを進めています。ディマカッツォさんはこの面接で行き先を決めるつもりでした。And I am looking for the country whereby I can take my family with you. Understand?
しかし担当者は別の国を勧めました。Best advice would be, you said you need money very quickly. Why not make the sacrifice of going to Saudi, earning that kind of capital, and then considering going to the States or going to Australia? That would be something, or maybe even サウジアラビア。思っても見なかった国でした。アメリカは家族を連れて行けるが、手続きに1年以上かかる。サウジなら家族は行けないが、すぐに働ける。ディマカッツォさんは1週間後に結論を出すことになりました。やはり彼らが提示した金額はとても魅力的だったわ。それに南アフリカにいてもあまり状況は変わらないと思うの。どの国に行くにせよ、私としては新しい環境に身を置くつもりです。医療スタッフの海外流出が激しくなった90年代の終わり、当時のマンデラ大統領はイギリスに対し、国家が育てた人材をお金の力で引き抜くのは先進国の横暴と激しく非難しました。給料の面から見て南アフリカはイギリスやサウジアラビアなど他の国々と張り合うことはとても難しいのです。ですから先進国は海外から看護師を集めようとするなら倫理を大切にしてほしいのです。先進国はお金があるからといってもともと人材が不足している私たち途上国から引き抜くべきではないのです。イギリス政府は南アフリカの非難を受けて海外から看護師を採用する際のガイドラインを定めました。海外の看護師を雇う場合、途上国を避けるように指導しています。しかしこの規制が及ぶのは国公立の病院だけで、民間の医療機関は対象にはなっていません。イギリスの病院には毎日のようにアフリカ人看護師が到着します。イギリスには看護師自身が望んでやってきた以上、人権上追い返せないという事情もあります。アフリカから押し寄せる豊かさへの欲求、イギリス政府の規制はほとんど効果を上げていません。フィリピンで空前のヒットとなった映画「母と子」の一場面です。フィリピンの出稼ぎ事情を実話に基づいて描いた映画です。物語は香港で家政婦として働いてきた母親が6年ぶりに故郷に戻るところから始まります。しかし待っていたのは心が通わなくなってしまった家庭でした。para sa amin, para maging mahusay at maganda ang buhay namin. O ngayon nandito ka, maganda ba buhay namin? Matitino ba kami? Ha? Tignan nyo naman ang naging bunga ng pagsasakripisyo nyo. Puro mga walang kwenta ang buhay namin. 慢性的な高失業率を抱えるフィリピンは国策として出稼ぎを奨励しています。現在海外で働くフィリピン人は女性を中心におよそ740万人、労働力人口の実に2割に相当します。出稼ぎ労働者からの送金額は63億ドル、貿易赤字を帳消しにしているほどです。これは海外からの送金額が多い上位30カ国です。1位はアメリカに安い労働力を大量に提供しているメキシコ、2位は世界に優秀な IT 技術者を送り出しているインドです。現在祖国を離れ外国で暮らす移民は1億7500万人、増えているのは
高い能力を持った途上国の人々です。インドに国境を越えない移民と呼ばれる人たちがいます。夜7時、デリー郊外のオフィスビルです。夜の7時がこの会社の出勤時間です。ここはアメリカの家庭に向けた電話サービスを行うコールセンターです。アメリカのコンピューター会社に代わって使い方を尋ねる顧客の質問に答えたり、銀行からの委託を受けて顧客の預金残高の紹介などを行います。アメリカにいる顧客がフリーダイヤルに電話すれば、専用線で自動的にインドに転送される仕組みです。インドとアメリカの時差は10時間から13時間。アメリカ人の生活時間帯に合わせて朝まで話し続けます。オペレーターたちは顧客に違和感を与えないようアメリカ人を装います。電話の相手が住んでいる地域の天気を調べ、あたかも近くにいるかのように振る舞います。ニューヨーク、Oh, you're at New York, Garden City. How's the weather out there, sir? Oh, you went through a storm, huh?インドの人件費は欧米のおよそ5分の1。最近では電話サービスにとどまらず、企業の経理処理や商品の在庫管理なども請け負っています。こうしたホワイトカラー業務を肩代わりする会社はバックオフィスと呼ばれています。欧米の大企業200社がインドにバックオフィスを移しています。コールセンターなどバックオフィスへの就職を希望する若者たちのための予備校も誕生しています。集まっているのは大学を卒業したばかりの20代の若者たちです。欧米人になりきることがコールセンター就職の第一歩です。中でも重要なのが英語の発音。インドなまりを徹底的に直す訓練が行われます。英語だけでなく欧米人の一般常識も身につけなければなりません。インドの大卒者は年間200万人、その7割はすぐには就職できません。急成長するバックオフィスは高学歴の若者たちの大きな受け皿となっているのです。予備校に通いながらバックオフィスへの就職を目指すアキレシュ・シンさんです。アキレシュさんは名門国立大学の大学院でコンピューター科学を専攻しています。当初の希望は欧米系の IT 企業への就職でした。ところが IT バブルの崩壊でその希望は叶いませんでした。代わって起こったのがバックオフィスブームです。大学院の卒業まであと3ヶ月。コンピューターの知識こそ活かせませんが、バックオフィスは憧れの欧米企業の仕事につける大きなチャンスです。グローバリズムによって全てが変わりました。世界の多くの企業がインドに移転してきたことで、私にも就職できる道が開けたのです。自分の魅力を企業にうまくアピールできれば、明るい未来が待っていると思います。今アメリカではインドを恐れる声が高まっています。
自分たちの仕事が奪われかねないからです。ニュージャージー州はニューヨークと隣接し、住民の多くがホワイトカラーです。去年3月、地元新聞に掲載されたある記事が波紋を呼びました。ニュージャージー州の福祉サービスの問い合わせを受けるコールセンターがインドに移転したことを報じる記事でした。ニュージャージー州政府では2年前から福祉サービスのコールセンターを民間会社に委託していました。その会社が去年この業務をインドに移したのです。大幅なコスト削減に成功し、州の財政にも貢献するはずでした。しかし事態が報じられるとニュージャージー州議会が動き出しました。コールセンターのインドへの移転は州の雇用を減らし、税収の減少にもつながる。法案1349号、通称反バックオフィス法案が提出されたのです。税金で運営されている州の業務につけるのはアメリカ国民と合法的居住者に限るという法案です。政治家は自分の国のことを真っ先に考えるべきです。外国に雇用の機会を与えておいて、一方ではアメリカ国民が失業に追い込まれるのを見過ごすことはできません。誰かがアメリカの雇用を増やす努力をしなくてはなりません。さもなければ三流の経済大国になり下がってしまいます。今年3月、反バックオフィス法案は満場一致で上院を通過。下院でもこのまま通過すると見られていました。ところが下院での審議を前に、反バックオフィス法案に立ちはだかる人物が現れました。インドのバックオフィス企業が集まる団体の幹部、ソム・ミッタル氏です。ミッタル氏はインドからたびたびニュージャージーを訪れ、下院議員へのロビー活動を始めたのです。我々はこれまでアメリカという国に尊敬の念を抱いていました。アメリカは最も自由な経済活動を行っていて、貿易上の障壁は全くないと思っていたからです。だから今回の法案が出た時にはびっくりしました。そもそもグローバリズムというものはアメリカが推進してきたものです。こうした法案はグローバリズムに逆行する動きだと思います。これは第一歩です。この法案がアメリカに仕事を取り戻すきっかけになればと思います。この法案が成立するかどうかが今後の試金石となるのです。インドなど海外への業務移転が今後も進めば、12年後にはアメリカから330万人分のホワイトカラーの仕事がなくなると言われています。同じような法律の制定が全米9つの州でも検討されています。欧米諸国では今移民選別の時代に入っています。ジブラルタル海峡を挟みヨーロッパと向き合うモロッコ。この国にそれを象徴する場所があります。セウタ。わずか19平方キロのこの町はモロッコの中にポツンと残されたスペイン領です。ここはかつてアフリカからヨーロッパを目指す人々にとって夢の土地でした。スペイン領であるセウタにたどり着き、難民として認められればEU へ移住できる道が開けたからです。90年代セウタに不法入国しようとするアフリカ人です。こうした不法入国に対して人権擁護を掲げるヨーロッパは寛容な姿勢をとっていました。しかし3年前、
セウタとモロッコ国境に二重の鉄条網が設けられました。不法入国への寛容な態度を変えたのです。38台の監視カメラを設置、24時間体制で不法入国者の動きを見張るようになりました。これまで移民を積極的に受け入れることで社会を活性化させてきたアメリカもその方針を転換しています。この10年間で 36% も増えたメキシコからの移民、不法移民も多く、年間100万人が逮捕されています。メキシコと国境を接するサンディエゴには7キロにわたって鉄の壁が築かれています。それでも国境を越えようとする人が後を絶たないため、今鉄の壁は海にまで伸びています。受け入れるのは能力を持った必要な人材だけ。移民選別の時代です。ほとんど移民を受け入れてこなかった日本、しかし今議論が始まっているのが介護の分野での外国人の受け入れです。7年後には介護のための人手が140万人必要になると言われているのです。2007年には人口が減り始めると予測されている日本、果たして外国人を受け入れていくのか、それとも自前で人材を育てていくのか、選択を迫られています。医療スタッフの流出が続く南アフリカ、地方の病院がある対策を講じました。この病院では深刻な医師の不足に苦しんでいました。その解決策として取ったのは、今度は自分たちが外国から医師を引き抜くということでした。現在ここには2人の外国人医師がいます。一人がバングラディシュ人、もう一人は同じアフリカのガーナ人です。バングラディシュ、ガーナ、いずれも南アフリカより貧しい国です。ガーナからやってきたカンカム医師、南アフリカで働く魅力は母国の4倍にもなる給料でした。正直言ってガーナを去ったことに対しては少し後ろめたい気持ちがあります。しかしガーナで医師として働いてもあまりお金を稼ぐことができませんでした。それに結婚したばかりでお金も必要でした。先進国に奪われた人材をより貧しい国から手に入れる、アフリカで二重流出の事態が起こっています。ガーナの医療の中心地、国立コレブ病院です。この日もまたいつもの事件が起きていました。長期休暇を取っていた看護師が休みが明けても出勤してこないのです。同僚が寮に探しに行きますが見つかりません。最近看護師が実家に帰ると偽って休暇を取り、その間に海外に出ていくという出来事が頻発しています。この病院では去年実に100人を超える看護師が辞めてしまいました。手術もままならず、新たな入院患者の受け入れは制限せざるを得ない状態です。医療スタッフの海外流出による影響はとても深刻で、
震えが来るほどです。ガーナの医療は国民からの信頼を失いつつあります。その結果、薬草など伝統療法に立ち戻る人が増えてしまっています。医療の崩壊がさらに深刻なのが農村地帯です。無依存化する村が続出しています。そんな中で2年ぶりに医療を再開した病院があります。オーストラリアなどに出ていった医師に代わって今年2月着任したのは社会主義の国キューバからやってきた医師です。ウンベルト・ペントン医師、36歳。キューバ政府から命じられ派遣されてきたのです。政府間協定のもと、キューバ政府はガーナに200人もの医師や看護師を派遣しています。2年ぶりの医療の再開。しかしこの病院の医師はペントンさん一人です。器具や薬も乏しい中、数えきれないほどの患者を診察します。エイズや肺炎などの患者も多く、いつも感染の危機と隣り合わせです。私たちキューバ人は何よりも大切なのは人間であると教えられてきました。貧しい人がいれば助けるのは当然のことです。そうした人たちがたとえ世界で一番大変なところにいても、またどんな困難があろうとも私たちは出向いていくのです。ガーナに200人もの医療スタッフを派遣しているキューバ、その狙いはどこにあるのでしょうか。キューバでは1959年の革命以来、アメリカによる経済封鎖が続いています。いわばキューバは地球市場への参加を認められていない国なのです。キューバ政府はガーナの他にも現在2500人の医療スタッフを中南米、アフリカなど64カ国に派遣しています。海外派遣される医師と看護師が出発を前に研修を受けていました。No van a encontrar medicamento, no van a encontrar quizás hasta la propia jeringuilla, todos estos instrumentos que nosotros normalmente aquí en Cuba utilizamos, nos van a ser muy escasos en esos lugares y deben ir preparados para enfrentarse a tratar así a los pacientes. ¿A dónde va usted? A India, Guinea Ecuatorial. ¿Usted? Botswana. Botswana. Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial.キューバ政府の海外派遣の目的はあくまでも人道支援です。しかし一方で海外派遣はキューバの外交政策に大きな役割を果たしています。これはキューバが医療スタッフを派遣している国々です。途上国に積極的に送り込むことでその国との関係を強固にし、国際世論を勝ち得てきました。そしてそれはアメリカに対抗する力ともなっています。現在世界でアメリカの経済封鎖を支持しているのはわずか数カ国だけです。海外に派遣されたキューバの医師看護師は声高にキューバのことを宣伝することなどありません。ただ人の命を助けようとしているだけです。だからこそ我々の敵が張り巡らす悪質な反キューバキャンペーンを打ち砕けるのです。彼らの献身的な活動を通してキューバの真の姿が伝わり、多くの国際世論を味方につけることにつながったのです。医療スタッフの海外派遣は最低2年間、残された家族にとっては長い日々が続きます。ガーナにいるペントン医師の妻、ミレイディさんです。2週間前、ミレイディさんの心配を一層募らせる出来事がありました。
ベントンさんと一緒にガーナに派遣された同僚が過酷な環境に体を壊し帰国してきたのです。夫が旅立って4ヶ月、通信事情が悪く電話で話したことはまだ一度しかありません。ミレイディさんが隣の家に向かって駆け出しました。ガーナにいるペントンさんからの2ヶ月ぶりの電話でした。しかし大切な電話は5分も話さないうちに途中で切れてしまいました。私たちもつらいし夫もつらいですよ。私は子供たちと一緒にいるからまだいいけど、一人でいる夫は私たちのことを知ることもできずつらいと思います。医師や看護師が先進国へと去ったガーナの村で一人医療活動を続ける夫、帰国まであと1年半です。無事を祈る日々が続きます。看護師争奪戦に今新たな動きが起こっています。超大国アメリカの参戦です。アメリカでも現在12万人を超える看護師が不足しています。アメリカは世界で最も看護師の給料が高い国です。それを売り文句にこの人材派遣会社ではアフリカ、アジアなどに盛んに勧誘の電話をかけています。We will pay you $1,000 cash or give you a Dell laptop computer, which is nice.契約が成立しました。南アフリカの看護師をノースカロライナの病院へ送り込むことになったのです。アメリカに来たいという看護師はどのみち自分の国を去るのです。アメリカに来なかったとしても結局は別の国へ行くのです。我々が途上国から看護師を奪っているのではなく、その国の医療システム自体に問題があるのです。我々を責めるよりはまずはそうした問題を途上国は解決すべきです。南アフリカのヨハネスブルク総合病院。また一人のベテラン看護師が海外へと旅立っていくことになりました。行き先はサウジアラビアです。海外行きを準備してきたディマカッツオさん、この日思い切って上司に海外へ行くことを打ち明けました。
from bed to Westland. Yeah, I know, but one needs money. I need to uplift him, Westland, not to uplift me. Bye. 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 翌日、人材派遣会社の担当者が訪ねてきました。ディマカツオさんが行き先を決めたのです。So I've decided I will first go to Saudi and then will then prepare for USA. Great, there we are. ディマカツオさんは数ヶ月のうちにサウジへと旅立ちます。期間は2年。その間2人の子供は田舎に暮らす母親に預けるつもりです。これで明るい未来が開けると思います。行動を起こさなければ何も変わりません。夢を実現するためには海外に行かなければならないんです。インドでバックオフィスへの就職を目指すアキュレシさんは、まもなく就職試験に臨みます。夢は欧米企業の電話サービスを一手に引き受けるバックオフィスの経営者になることです。私たちには潜在能力があります。その能力をうまく生かすことができれば、インドはいつの日か欧米を超えて世界の頂点に立つことができると信じています。先進国へと流れ出した人材、途上国に移り始めた職場、富を求める人々の大きなうねりを先進国は巧みに利用し、一方でその勢いに怯えているのです。9月からの放送です。第7回は世界中の工場を従業員ごと買い取る新たなビジネスモデル。第8回は資本主義のシステムを途上国に輸出する巨大会計事務所。第9回は世界のスーパースターをめぐるスポーツビジネスの戦略。第10回は地球規模で繰り広げられるゲノム創薬開発競争です。地球史上富の攻防、9月からです。